ロココ建築は主に宮廷建築で用いられた後期バロック建築の傾向を指すもので独立した建築様式ではない。室内装飾に特徴がある。ヨーロッパのバロック建築最盛期の後、18世紀、フランスに始まり、各国に伝わった。ロココはフランス語のロカイユに由来する。バロック時代の庭園に作られた洞窟に見られる岩組のことであった。 それが転じて1730年代に流行していた曲線を多用する繊細なインテリア装飾を露界輸装飾と呼ぶようになった。イタリアの貝殻装飾に由来すると考えられているが、植物の葉のような自由な曲線を複雑、優美に配したものである。露界輸装飾が天井を周りに多く使われ、壁と天井の境界が明確でなくなるのがロココの特徴である。 大規模、重厚なバロック宮殿よりは、小規模なサロンを好む繊細な趣味が、貴重にある。18世紀初めのフランスに始まり、ドイツ、ロシアなどヨーロッパの宮廷で採用された。ドイツのロココ装飾の教会堂もある。室内装飾が主で、独自の様式というよりは、バロック建築の一変形とも見られる。ロココ建築は、バロック時代から比べて内装に、 新しい変化が見られる。ロココ時代の特徴となるのは室内にロココの名の由来となったロカユという独特の装飾が全体に散りばめられていることである。ロカユとはフランス語で岩という意味の言葉である。ロカユ装飾の発生は1715年頃からと言われている。室内の壁やドアのグーブに設置されることが多い。特徴はその優雅で軽妙で、 感能的な雰囲気すらあるその形である。一見、植物のツタ、骨、貝殻、サンゴ、しぶきをあげる波頭、タツノオトシゴなどに似ているが、実は何かを描写しているわけではないただの、非対称系の中小彫刻である。この室内装飾の要素の一つが、ロココのスタイルの名称となったわけだが、言い換えれば、バロック様式との違いは、この装飾方法くらいだと言ってもよく、 その線引きは曖昧である。したがって、バロック末期の室内衣装に限定して用いるべきだと、する考えもある。また、ロココという語は元来別称であり、同義的な意味で、類15西洋式と呼ぶことが多い。同様にバロックも別称であったため、類14西洋式と呼ばれていた。露界輸送色の素材は、木材やストッコである。ストッコとは、吹き付け材の一種で、 セメント系、計算室系、合成樹脂系などの厚付けのシ肪ア塗り材を外壁表面などに吹き付け、コテやローラーなどで表面に凹凸模様をつける手法のことである。重厚な雰囲気を持ち、外壁、内壁、天井などの仕上げに用いられるものである。このストゥッコなどでこの流線的で不規則に湾曲した路界輸送色がなされる。 こうしたロカイ輸送色が主流になる前はゴシックの古典装飾がほとんどであったが、その堅苦しい古典装飾に飽きた人々は、ロカイ輸送色の曲線の斬新さを大いに歓迎した。このロカイ輸送色を確立したのは、ジルマリオ・プノールト・ジュスト・オレール・メッソニエ、ジェメン・ボフランラである。ロココ建築以前はオーダーという柱と量の関係を規定する基準にのっとった様式が、 一般的であったが、ロココ建築では、そのオーダーが用いらなくなったため、壁はパネルの連続となり、壁や天井の境目が曖昧になり、曲線で滑らかに移行するようになった。その結果、建物内の各パーツが一体化するようになっていった。露界輸送色は白色に塗られ、金線に縁取られたパネルの縁取りとして使用されることが多く、露界輸送色そのものにも、 しばしばリボンや花の飾りなどが施されることがあった。ロココ建築では、バロック建築の儀礼的な趣味から離れて、もっと実用性が求められるようになった。邸宅の部屋も大部屋から小部屋に分割され、より個人的で私的な快適や、より自由な芸術性を楽しむようになったといえる。つまり威圧的で隠しきばったデザインではなく、情緒的で柔らかく、 繊細なものが求められていたと言える。これは、ルイ14世があまりにも理性的で儀式的であったことに対する反動だと言われている。外見的にバロック機とは大きく差はないが、ややバロック機よりも簡素淡白に仕上げられている。用いる色彩もバロック機と同じく金色や白が好まれたが、白や淡い水色、ピンクなどの明るく明快なものが多くなるのも特徴である。 しかし、平面衣装上の特色ははっきり見られる。バロックは、全くの左右対称の設計でアンフィラードを好むが、ロココは特に左右対称にはこだわらず入り口側の中心軸と庭園側の中心軸をずらすなどの工夫をし、格式よりも実用性や親密性をより重視した。ありがとうございます。